リナト・ダサエフは旧ソビエト連邦出身の元同国代表サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。1980年代のソ連と世界を代表するゴールキーパーである。FC スパルタク・モスクワではソ連リーグで2度の優勝を誇る。その後、ペレストロイカの影響で選手の国外遺跡が解禁になると1988から89シーズンに スペインのセビージャ FC へ移籍するが振るわず、翌シーズン限りで現役を引退した。ソ連代表には1979年に代表デビューを果たすと、1982年、1986年、1990年と3度のワールドカップに出場する。1988年の欧州選手権では、準優勝、1980年の モスクワオリンピックでは3位に貢献した。代表では引退までに97試合に出場している。これはオレグ・ブロヒンの最多出場記録に次ぐものである。2004年に FIFA100 フフに選出されている。バロンドール投票では1982年から1983年に2年連続6位を記録し、それを含めてキーパーとしての最高位を4度経験している。 2次リーグ敗退に終わった 1982FIFA ワールドカップでは全試合にフル出場し1次リーグで4失点するも2次リーグは2試合とも無失点に抑え MVP 投票ではキーパーとして最高の8位に入ったありがとうございます